察パート3のライフハックを2個紹介していきたいと思います。まず1つ目はもうここにね、髪の毛のライフハックです。これね、昨日夜にこうやって三つ編みして寝たんですよ。そしたらくるくるのパーマができるので、今からゴムを取りたいと思います。あとこれ2つでもいいんだけど、私は後ろも一緒にやってます。はいよ、
もうこれもダイソーさん最高2回目のキャンペーンで1個やってもらったんですよ。マグカップこれ最高で、これね、期間が2020年の4月13日から7月26日までがシールがもらえる。でこのグッズがもらえる日は2020年の4月13日から8月2日までに欲しいものを集めるとこれがもらえます。もらえるっていうか、これ本当はさ1000円くらいなんだけど、それを200円とかで割引してくれるキャンペーンを今ダイソーでやってるので、ぜひ皆さんもやってみてください。これね、くじじゃないの、必ずです。必ずくじの宝くじとかが絶対もらえます。やってみてください。 So we only have 1, 2, 3, 4 more stickers to go and then we can have our ton. で、アンジュはこれもらったらこのボーン。Okay, so let's finish them first. あとは12か14くらいで集められます。はい、最後はこちら、ボークオー。これはね、もう安くて便利でかわいい洋服や本がカードをいっぱい売っております。もう何回言ってるの、10回以上は言っているの、1年に10回以上は言っている。本当に可愛いから、そう、本当に最高。これね、もう私もね、もう好きです。はい、さっきこれプラスチックバッグのゴミ袋を畳んだんですけど、今7月1日っていうか、もう全国の、日本の全国のお店でプラスチックが1円か2円になってて、3円から5円に買わないといけなくなってて、海の動物たちがかわいそうだからそうなってるから、今はこれエコバッグ、ちゃんと布のやつが流行ってるんだけど、おすすめ。だからプラスチックバッグはあまり使わないようにするから、こうやってキープするように使ってるんですけど、今回から使うのはもうエコバッグじゃないと海の動物たちがかわいそうだから、なのでこれね、エコバッグはね、とてもいいです。これちょっと Are you going to teach them how to fold it? うん、これはこういうタイプの時はI guess, 楽しみに。